おはようございます。今日は確か3月の11日だったと思います。行き先を表示してないですね。白幕の状態で電車がやってきました。なんかこの区間のね、名物らしいんですけども、今山陽本線の北陸駅を出発してゾウさんの歌が流れております。徳山に到着です。この日はね、結構きつかったんです。朝なんか頭がクラクラしちゃって、もっと早く起きるはずだったんですけど、体調があんま良くなくてね。で、ただゆっくり寝てたら元気になったんで、そのまま出発しました。徳山といえばコンビナートが有名です。こちらにもこちらにも煙突がずらっと並んでいて、瀬戸内海の工業地帯を、ここはまさに中心で担っているようなところじゃないかな。まあいろいろ瀬戸内海には素晴らしいコンビナートがありまして、ここの周南だけではないですけどね、すごいな。岩国のあたりもすごいですし、岡山とかその辺も素晴らしいものです。立派な船も来てまして、これはまた製品を輸送するやつなのかな。タンカーとかじゃなさそうですからね。コンビナートというのはタンカーからですね、直接、油を持ってきて、それをここで加工して、製品にした状態でまたすぐ出荷することができる効率的な場所ということになっています。ここから先船が出ておりまして、大分県の国東半島の方へもすぐ行くことができるし、結構大分が近いんですよね。それからあとは、ちょっと名前が出てこないんですけど、人間魚雷の回転をですね、訓練してそこから出撃もしていったのかな、そういった場所だったと思うんですが、その人間魚雷の島へ行くことができたりとか、大津島って言いましたかね、そんな船も出ておりまして、私も一度行ってみたいと思っているところです。山陽本線に乗ってコンビナートの脇を抜け、さらに引き続き海のすぐ脇のところを進みます。瀬戸内海は本当に美しい海です。これをこの時間帯、朝のまだ太陽が完全に昇りきらない時間にまだ見ることができたのは良かったです。もっと早く行けばなお良かったですけどね。遠方に今宮島が見えたの分かりましたでしょうか。厳島です。まだしかしそこまでは行かず、列車は、途中の岩国駅止まりになりまして、岩国で私も途中下車をしました。なんか眩しそうな顔をしてますけどね。向こうに岩国城がある、その手前のところには錦帯橋という立派な橋がかかっています。日本三奇橋の中の一つ、また三名橋の橋にも、中にもなってたんじゃないかと思いますけど、私もぜひね、錦帯橋を渡りたかったんですけども、当時お金がありませんでしたので見るだけでした。確か渡るには300円ぐらいかかったんじゃなかったかなと思います。これ全部木でできているというのがすごいところで、連結の部分についてはね、金具みたいなの打ってありますけども、たまに掛け替えというか、改良工事みたいなのをするんですよね。そしてずっと昔から受け継がれている橋だと聞いています。ところで、この岩国の名物といえばレンコンです。確かね、一個お隣かなんかの南岩国って駅があるんですけど、そこではレンコン畑が駅の目の前にあったりとかして面白いところでした。今回の動画では撮ってなかったですけどね。これまた皇太子殿下行啓記念。毎度毎度皇太子殿下が来られると、こんな風に、石碑ができるものです。多分今の上皇陛下の来られた時ですかね。そして引き続き岩国から山陽本線に乗りまして、およそ20分で宮島口に到着します。先ほど見えました先の部分がとんがっている、宮島、そこへこれから渡ることになります。 JR 西日本の宮島口駅から少し歩いて JR 西日本宮島フェリー、日本で唯一 JR が運行している鉄道線、鉄道連絡線を利用することになっています。イコカは当時使えなかったみたいですかね。宮島までは所要時間は10分となっていますけど、これまず脇のところに見えてるこれが牡蠣の養殖場ですね。広島湾はもう牡蠣の養殖が本当に有名で、私も乗船前にね、このすぐ脇にある松田汽船の方の確か乗り場だったと思うんですけど、牡蠣は売ってるのを買ってきました。で、この区間では JR とそれから広島電鉄と2つの、鉄道会社系列の船がありまして、で、それが競合しているんで、JR はね、所要時間は確かちょっと犠牲にして、でも、すぐ宮島へ行けない代わりに、この大鳥居のすぐ近くのところを通るということを売りにして、私もその JR のフェリーを使うことで、大鳥居を眺めることができたのでした。宮島もすぐ渡ったところですけど、鹿はまあ当時はね、私はまだ奈良公園とかね、そんな大量に行ってませんでしたので、奈良の鹿について、それほど、考えもなく、ただそれでも奈良の鹿よりは随分ここのはおとなしいと思ったんですけど、なんか餌をもらったりしてないから、ここの鹿は大変みたいですね。さて、そしてこれはですね、前に一回確か厳島神社には参拝に来たことあったんですけども、まあ私は今回お金がないんで、その神社の舞台の方までは行かず、大鳥居のところがちょうど干潮になっていたから潮が引いているところに大鳥居のすぐ下まで行くことができる、それで十分だと思ったんでした。要するにお金がないんで神社の見学料がかかるところは行けなかったってことですね。まあ、体力使ってね、宮の裏岳の上の方まで登山してもよかったかなって今は考えると思うんですけど、結構登りやすいところです。しかしまあ当時は随分人がいっぱいいるところで堂々と喋ってますね。髪の毛もうちょっと切ってからやればよかったつくづく思いますけどね。それは先輩とかいろんな人にも、もう動画見てる人からいっぱい言われてたんですけど、もうお金がなさすぎて髪を切るなんてことはできなかったですね。ただまあだったらそんなやつが動画に登場するんじゃなくて、景色だけ映しとけばよかったら、その方が映像としては価値のあるものになったなと今考えてみて思います。
彼もまた宮島から宮島口へ同じ JR 西日本のフェリーによって移動しました。もみじまんじゅうを確かに1個だけ120円かなんかで買ったので、全然お金なくてもうその程度ですけど、クリームって書いてありますね。変なところ、変なところに時間出てるな。115系のサンフレッチェ電車に乗りまして、爆音を聞きながら新白島駅に到着です。これは広島駅の一個お隣の駅です。で、すぐ近くじゃないけど、まあ、歩いて10分ぐらいのところに広島城があるんじゃないかな。新白島という駅は、もともと存在しなかった駅でして、割と最近になってから作って、歩いてですね、原爆ドームとか、それから広島城などを見ることができるようになっています。まあ、原爆ドームについての詳しい解説は多分なんか郵便ポストじゃないけど、なんか物の前にね、カメラ上に置いてずっとしてたと思うんですけど、この夕方の時間に来ると一番光が当たってて、原爆ドーム隅々まで見渡せるんじゃないでしょうか。およそ1万2000度の、太陽の2倍ほどの暑さ、のあります原爆の熱線に焼かれて、その後爆風で吹き飛んだこの原爆ドームは、あまりにも痛々しきものであるから、これを保存するということはやめようという話もあったそうですが、将来の平和のためにとこれを永久に保存することが決まりまして、そして現在は世界文化遺産の中の一つとして残されています。こういう文化遺産はぜひね、今後も残し続けていくべきだと思いますね。新白島から広島まで一区間、やっぱり前方の行き先表示はなかったですね。白幕の電車がやってきました。確かね、藤原さんがご飯をおごってくれるっていうことで、食べに行ったんじゃなかったかな。ベタ藤原さんという方が今でもスーツ、交通チャンネルの方がどっちかっていうと登場回数が多いと思うんですけど、出てこられるんですが、初めてお会いしたのはここでした。うちの視聴者でですね、最長往復切符の時に初めて、私の動画に関係されたのがその藤原さんでして、現在でも、お付き合いは続いています。まあ、藤原さんは最長往復切符の時からの付き合いというわけではなく、もっと前から知り合っていたんですけどね。確か、ちょうどこの時も撮ってたんじゃないかな。でも、藤原さんは、まだ顔出しとかそういうのは、されることあんま考えてなかったかと思いますんで、少なくとも私もそれやっていいのかどうか知らなかったから、藤原さんが画面の中に登場するということはありませんでした。ここに連れてきていただいてですね、牡蠣を奢っていただいたんですよ、牡蠣フライ。レモンの代わりにそう、みかんが乗ってました。これなんででしょうねって話をしましたね。これはね、美味しかったですよ、でも。そしてあとは、ここはすごい開かずの踏切なんよというふうに言われ、確かにそうだな。いろいろディーゼル車両とかですね、広島山陽電鉄、山陽本線とかそういったものが行ったり来たりで、踏切が一瞬だけ開いたと思ったらまたもう一度鳴り出して、奥に小屋がありますね。中で安全確認の人が入ってんのか入ってんのかわかんないけど、大きな小屋ですけど、これは大変そうですよ。もうすぐに閉まっちゃってね、人身事故とかどうなんですか？起こるってこともあるんじゃないかと思います。ここ広島といえばやっぱり広島カープですけれども、カープはですね、この時に、優勝したのはこの時が確か久しぶりで、この翌年もカープが優勝した、その時だったかと思いますけどね。だからもう広島はまだカープ優勝の熱がなんかまだこの時も冷めてなかった、そんな感じでしたかね。そして今日広島で終わりとしたいところなんですけども、翌朝の列車の時間の関係で広島で終点とするわけにはいかなかったのでした。さらに夜1時間半ほど乗りまして、芸備線という列車で夜暗い広島市内を遠くに眺めながら広島県北部の三次に到着です。明日は三江線という路線に乗ります。現在ではなくなってしまった鉄道です。どうもありがとうございました。おはようございます。今日は2017年の3月の12日かと思います。中国地方の結構ね、山口のところで寒いんですけども、広島県の北部、三次というところから本日はスタート。あまりにも暗すぎて、全く道が見えなくて、ライトで照らしながら来ました。5時半出発の普通列車に乗って、島根県の石見川本を目指します。この三江線という路線は、この時、2017年の3月の頭でしたが、1年と1ヶ月ほどしてから廃線になりました。現在はこの路線は営業されておらず、鉄道が、通っているということはありません。当時からお客さんは少なかったんですけども、ただまあどちらかというと、もう廃止が近づいてくるということで、鉄道マニアの人たちが多く乗りに来ていましたね。沿線には川が流れていて、まあそれをですね、30キロぐらいすごくゆっくり、まあそれぐらいのスピードしか出せないわけですけども、そんなスピードで進みながら行きます。これがね、意外なことに、中国地方の山のところ、まあ山の方ですからね、寒いんですよね。気温測ったらね、マイナス5度ということで、これが北海道よりも、この旅で一番寒い気温になりました。
時折思い出したようにスピードを上げます。そして岩見川本に到着。おそらく沿線で一番人がたくさん住んでいるところです。ここでね、藤原さんという、もう私が YouTuber 始めるその直前ぐらい、ギリギリ YouTuber 始めたかどうかぐらいの頃に、私に声をかけてくださったですね、いろいろと助けていただいてありがたい方が車出していただいて、じゃあうどんを奢ってやるって言われてですね、うどん確かこれごちそうになったんだと思うんですよね。後ろにうどんの自動販売機があります。これ結構旅行者でなんかうどんの自動販売機とかね、ラーメンとか、それからカレーの自動販売機が好きな人が多いんですけども、まあ、不思議なことなんですが、実際ね、これは私が初めての体験でしたけど面白かったですよ。料金を置いてガチャッと押すとこういう風に出てくるわけです。でこれ中身は事前にお店の人が作っておいて、でそこにこれ水とかそういうものを入れてですね、最後完成するということになってまして、まあ、要するにトラックドライバーとかそういう人たちがここを通りがかった時にいつでも営業するというわけにもいかないので、自動販売機での対応ということになっていたのでした。さてこれから先また別のところへ案内してもらいまして、これがまず宇髄という駅、三江線の路線は1日にもう列車が3本とかそれぐらいしかなく、途中下車の旅というのはかなり困難です。でここは現在では駅としては廃止になってしまったんですけれども、当時日本で一番駅の入り口から、駅の、ホームまでが高いというところで知られていました。標高が高いわけではないんですけどね、駅のプラットフォームの階層が高いということです。藤原さんが下からカメラで撮ってくれました。本当にね、異様な光景でしたよ、この時のは。ホームの上はこんな感じで、反対側には金網があるんですけど、ちょっと怖いですよね。今でも残っていて観光施設として活用しようという計画があるようです。なんかあれだな、集合住宅の団地の階段みたいな、そんな雰囲気ですけどね。それから先また道なき道というほどではありませんが、風が吹いたら塞がってしまいそうな道を進んで、千原温泉というところに連れて行ってもらったんだったかと思います。どこだったかな、確かね、結構三江線のもう北の方まで先に車で行ってしまったんじゃないかと思うんです。この辺りは結構鉄道で移動するよりも自動車で移動してしまった方が圧倒的に早いということでして、鉄道はもはや過去の存在になっています。で、千原温浴なんとかって書いてあってですね、ここでお金を払って入ったんですが、なかなかいいところでしたよ、これ。まあ見ていただいてわかりますかね。石褐色のものがついてますけれど、成分がそれだけ濃いわけです。多分酸化鉄とかそういうものなんじゃないですか。ここに藤原さんと一緒に服を脱いで入りました。多分私が服を脱いで動画に映ったのはこの時が最初だったんじゃないですかね。それから先、だいたい5時間後ぐらいでしたか、引き続き三江線に乗って旅を続けます。でこれはもうお昼の時間帯だったんで、結構観光客の人もたくさんいまして、そして周りの方とねお話をしながら、こういう旅行してるんですよ、最長クリップやってるんです、あそうなのって言ってね、いろいろ食べ物など、ご馳走いただきました。あそうそう、私いつか本出しますよみたいな話この時したんですけど、今度私本出すからきっと買ってくださるんだろうな、ありがとうございます。さてそしていよいよ列車は終点の豪津駅に着きました。こんな風にもたくさんいただいてね、この時はもう食べ物がもうまず何よりの資本でしたから、ありがたかったですね。それから引き続き山陰本線の列車に乗り換えて、次は湯の津を目指します。湯の津駅に到着。湯の津というのは温泉津という名前を書きますけど、これで湯の津です。まあ、温泉が実際にあるんですよ。だから温泉入ろうかな、まあそんなことも考えたんですが、さっき入ったし、ここでまた藤原さんが迎えに来てくださいました。この湯の津というのは温泉もそうなんですが、一時期世界で多分一番だったんじゃないですか。世界の銀のね、何割とかそれを、生産していたという、石見銀山、その石見銀山からの銀を世界へ出荷していくための港の町ということで発展したところでした。で実際その昔の港の跡みたいなのが残っていて、皆さんご存知の通り世界文化遺産にもなっているわけですが、藤原さんが怪しいものを取り出してですね、これは盗撮とかに使うんだろうな、多分違うと思いますけど半分盗撮みたいなもんだと思いますけどね。これでなんか塀の向こう側とか見過ごす使い方ができそうですが、これでね、高いところにカメラ伸ばしてやったから撮ってやる、珍しい光景を撮ってくれました。これどうせだったらなんか右側の方に湯の津温泉の遺構とかあったんで、ね、湯の津の港のね、こういうのあるんですよ。だからこれ撮った方が良かったんじゃないかなって気がするんですけど、なんか事情があったのかな。昔はここに天然のこう岩を掘り抜いてですね、階段を作ったりとかしまして、そしておそらく銀を世界へ運び進んでいったのだと思われます。ゴミがなんか浮かんでる、随分でかいゴミだなと思って、まあ現在はここで特に銀を大量に生産してどっか出荷してるとかそういうことは全くありませんけども、昔の遺構がそのまま使われているようなところは結構数多くありまして、例えばですね、これです。これ下からなんかこう上にボコッと出てる、これ何ですかって藤原さんに聞いたら、ああれはねって教えてくれたんですけど、船を係留するための、まあ、出っ張りですが、これを要はのみかなんかで掘り抜いて、それで船を昔つなぎ止めてたんですね。でその後が現在でもあのように普通に使われているというのが面白い。それから謎の漂着物もありました。
これエンジンかなんかなんじゃないかと思うんですけどね、まあ、あんまりサビ触ると破傷風になるからやめとけよって自分に言ってやりたくなりますが、結局水に落ちることはなく湯の津温泉を見回ることができたと言いたいところなんですけども、まあ、残念ながら私うっかりしておりまして、この時ですね、本当はもうちょっと早い列車に乗らなきゃいけなかったんですけども、まあ、ちょっと私が撮影をミスってもう一回やり直すなどをした結果遅くなってしまいました。そしてその後藤原さんからお弁当をもらって嬉しいなってやってたんですが、まあ、これはびっくりしましたね。なかなかね普段ないことなんですけど、列車が駅を行き過ぎてしまったのです。あの快速列車と思って行き過ぎてしまったらしいんですけども、まあ、本当は普通列車であったということで、運転手さんがですね、皆さんすいませんということを車内に謝りながら司令員さんと通話をして、そして列車は遅れて今米子駅に着きました。米子じゃない、間違えた、松江だ。これはで、松江にはネットカフェもあったんですけど、こういう、ドミトリーがありまして、ネットカフェよりはこういうところの方がねぐっすり休めるんで、大変助かりました。この日はここまでで終わりです。